キワキワ、いいね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 。しかもちょうど後ろに光が当たってちょうどいい感じだわ、お前。本日は品置き場が見たいっていうからね、急遽撮影したのはイエーイ、お疲れです。リュウジさんかっこいいとか最近言われたんだよ、お前。書いてあるでしょ、コメントに。本当ですか？うん、もう分かんない。ちょっとお前動画慣れしようやん。ファンに向かって一言。一緒に働きましょう、一緒に働きましょう。まあ、この品置き場こんな感じです。じゃあ次誰行く？僕もちょうど2人いるんで。イエーイ。じゃあファンに向かって一言。イケメン職人応援していただき誠にありがとうございます。職人なんで僕は女の子がとても大好きで、仕事多い人っすね。仕事多い人っすね。すげー。どうですか、何日目？初日です。マジで偉い？めっちゃ偉いっすけど、むっちゃ楽しいっす。爪痕残すって言ってたら、YouTube 面白いこと言いますよって言ってた。いや今日も暑かったね。今日も暑かったね。まあ、ちなみに本当に未経験だな。いくつだったっけ？でも今日全然物件ないんで意見しか回ってないんで偉さはまだ分かってない。コメントでそういうこういうのも入ってたな。だいたいうちの塗り替え道場って職人で何人で何軒行くんですか？3人で掛け原は絶対多い。まあ3人掛け原ぐらいいいな。3軒回るとかないな、はい、ほとんどないな。二工程行ったりしますね、3軒目とか。あの新築やってるんで今。あ、新築だったら3軒回るよって。かっこいいじゃん。はい、動画伸びとるね。5万超えたね。あ、ありがとうございます。でもいいね、ああやってね、コメントいっぱい、結構一番入ったもんね、あれ、コメント。コメントの見方が分かんないですよ。嘘だ。はい。コメントの見方が分かんないですよ。嘘だ。はい。機械音痴です。今時じゃないですね。こちらへ。どうですか、爆速のとこ。これの面白い企画考えたらな、二人で話を。あれ失敗こいたもんな。あれもやりたいですよ、あの、カメラマンにドッキリみたいな。ああ、あれ、あそこがドッキリしたらもっと怖いじゃないですか。お前やったら本当に怖いよ。もう今日行くの飯で。よ4ヶ月に1回か。数字の目標を決めてそれ達成したら1人20万ボーナスだな。年3回はゲームボーナスで、まあ、達成したらしいです。まああとは俺がどんだけ5年で下げるかな。頑張ったな、この人たちな。忙しかったですね。忙しかったね。だから塗り替え道場の仕事半分ほどの塗り替え道場以外の仕事も今足場やってますんで、あのもしこういう動画見とってね、あ、足場頼みたいっていうのは全然頼んでくれた方がなあ。爆速お前カメラ向けるってこいつだけだ、いいかっこつけんの。キラキラ、いいね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 。しかもちょうど後ろに光が当たってちょうどいい感じだわ、お前。うちの塗り替え道場は楽しいですか？はい、楽しいです、楽しいです、楽しいです。お前からちょっと返事がちょっと遅かったよ。飛び職やると女の子にモテますか？モテません。飛び職給料いいですか？この会社は給料いいです。だけどまあちょっと偉いな。やっぱ今でももう7時回っとるもんな。うん、まあ資材置き場手当てみたいなのつけてるけど。あ、じゃあうちの塗り替え道場みんな仲いいですか？はい、です。仲いい？仲いいです。いや、これからも足場続けていきたいですか？はい。カメラ見て言えよ。はい。かっこつけてます。はい。どうですか？いやだけど本当これ人間増えてまた大きいやつとかもやりたいし、あの細かいのばっかじゃん。大きいやつもやって資材置き場も新しいところを作って盛り上がるじゃないかなと思います。足場専用事務所。仕事しような。で、お願いします。お、レジェンドおるね、レジェンド。現場じゃないと無理。現場ですか？カメラ。ああ、いや、恥ずかしいですね。盛り上がっとったじゃん。あ、なんか図面描いてんだ。あ、そうね、拾い出しですかね。上の人がこうやってやっとんだ。じゃあ最後、はい、本日は資材置き場の、紹介、みんなインタビューを取りました。今回の募集で結構何人も来とるんで、うち働きたいっていう人は、また来てくださいね。よろしくお願いします。お願いします。楽しいね。楽しいですね。じゃあね、はい、また見てね。また見てね。OK。